まだまだ ISO100 で取れます。F2 の威力っていうのはなかなかありますね。シャッタースピードは10分の1秒となかなか強気です。このあたりは Z シリーズの手ブレ補正っていうものを信頼して撮ります。シャッタースピードは30分の1ぐらいでしっかり手持ちで撮ります。F2 の恩恵っていうのはなかなか大きいです。京都は八坂神社前に来ております。今年で最後の東山花灯を撮っていこうと思います。レンズは Z40mm の F2 単焦点一本勝負でいきたいと思います。夕暮れが近づいてきて空の色が少しずつ暗くなっている時間です。この狛犬を使ってボケチェックですね。F2 で撮ってボケの方を確認してみます。足にピントを合わせてこんな感じでボケますね。まあまあボケ具合としては綺麗な感じにいってるのではないかと思います。軽く食事をとっている間に一雨来たようで、神社の地面の部分が少し光っていますね。水で濡れて光を照り返しています。神社はいつも通り出店がいろいろ出ていますね。リンゴ飴、カステラ、串焼きですね。八坂さんのど真ん中、提灯がたくさん浮かんでいて綺麗です。空の色がだんだん暗く落ちていく中、ぼんやりと提灯の明かりが浮かんでいく感じ。雨で地面が濡れて照り返している感じ。この辺りを撮影していきます。灯籠に火が入りました。梅の花とおみくじですね。この辺りをぼかして、ちょっと暗めに撮ることによって灯籠の明かりを強調していきます。この辺りはセンターの真ん中に提灯を入れてしっかり撮っていきます。まだまだ ISO100 で撮れます。F2 の威力っていうのはなかなかありますね。おお、なかなかいいっすね、これ。風に揺れる提灯を南の門にかぶせて撮っていきます。ゆらゆら揺れてなかなか風情があります。八坂神社を離れて丸山公園の方へ向かっていきます。松が綺麗やもんな。この辺りは縦で撮ります。左側の松がなかなか綺麗な形をしているのでしっかり入れていきます。シャッタースピードは10分の1秒となかなか強気です。このあたりは Z シリーズの手ブレ補正っていうものを信頼しております。火も完全に沈みまして、東山の周辺もいよいよ夜の様相を呈してきています。お店も結構開いているので、この辺りで買い物したり飲み食いしても楽しそうですが、我々はストイックに写真を撮っていきます。こちらは高台寺の出口ですね。40ミリ縦で20分の1、13分の1秒、その辺りのシャッタースピードで撮影をしていきます。F2 なので ISO800 程度でしっかり撮れます。こちらの小道はなかなかの人気スポットのようで、人がいなくなるのを待って撮影をしている方っていうのが結構いました。ちょうど雨の後なので、石畳が光ってとても美しいです。完全に人がいなくなる状態で撮影をするのは難しいので、こちらはある程度のところで撮っておきます。東山花灯籠の時に出てくる火の用心のお囃子の子供たちですね。火の用心お囃子組の登場です。子供たちが歩いてきます。だいたい60分の1、80分の1、ちょっと速いシャッタースピードをここでは撮るようにしていきます。
位相が2000、3000、ちょっと高めになっていきますが、ここでブレちゃってはしょうがないので頑張って取っていきます。 F2 で位相3200から4000ぐらい、結構ギリギリの撮影ですね。東山花灯籠に限らず、いつもの東山の風景ではあるのですが、屋根なんかも取っていきます。奥の方にあるお店ですね、提灯、明かりが光っています。前のところにある植物を前ボケ気味で入れて撮影をします。縦で撮ったり横で撮ったり、いろいろ試してみましょう。シャッタースピードは30分の1ぐらいで、しっかり手持ちで撮ります。 F2 の恩恵っていうのはなかなか大きいです。この辺りも屋根だったり明かりだったりっていうところにムードがありますので、撮影を続けていきます。空の色が赤っぽくならないように、ホワイトバランスを後で調整することが大事になってくると思います。東山夜の定番風景、二根居酒ですね。三つの傘が印象的な風景です。光の多い綺麗な通りです。この辺りは位相をあんまり上げたくないので、低い位相のまま頑張って手持ちで撮ります。1/5秒。はい、なぎなたぼこと書いております。祇園祭りのちまきですね。空もだいぶ暗くなってきました。照明の明るさと空の明るさの間にだいぶ差があります。一発撮影で両方を取り切るのは難しいので、現像も込みにして撮影をしていきます。最終的には F に10分の1秒というシャッタースピードでも ISO 4000まで上げないと写真を撮るのが難しいという状況になってきましたので、だいたいこれぐらいで撮影を切り上げて家路に着きたいと思います。今回使った Z40mm のレンズは非常に軽量ながら F2 という明るい F 値なので、今回のような夜の手持ちスナップで大活躍してくれます。今回もご視聴ありがとうございました。